なんかね、もうだって今回4連休だけど、あれだよ、3、4、5、6で日曜日も重なって、うん、土日月休み、うん、火水出て、うん、木金土日休み、そうそうそう、最高じゃんね。有給使ったら本当に大型連休で、仕事出たくなくなるはずね。だからね1週間ぐらい本当に休み取れる人は取れるんじゃない。私たちはこのゴールデンウィークがもう始まってるっていうのかな。日曜日はもう今週の日曜日はゴールデンウィークスタートしてるんだよね。してるんだろうね多分ね。土曜日からしてんじゃん。だはずね、うん、その日曜日にあのライブがあるんですけど、うん、今日はそれにあの、うん、一緒にあの出演してくれる方をゲストにお招きしてますので、うん、はい、CM 後に紹介させてもらいますね。急遽あの今回2人でやる予定だったけど、うん、急遽ね声かけたら OK いただいて、ねね、来る車内の中で寝ててちょっとやっぱ多忙なのかなとか、うんうん、そういうそうだねのあったけど、うん、心よくラジオ出演を引き受けてくれたので、ね、うんうん、1時間楽しみに してる。うん、そうだね。あ、メッセージ来てますね。野の中の銀のホタルさん、ありがとうございます。と誰かさんと誰かさんとキャン、これディレクター D なんていうの D キャンディレクターの D が喋ってる、さんが喋ってる。あ、そうですね。誰かさんと誰かさん、私たちはあの、あ、そうです。紹介をしてなかったですね。すみません、ね、失礼しました。あの男性というユニットをしてます、はい、私がアコーディオンと歌をやっているジュリアンと申します。はい、で僕がギターとボーカルをやっている直哉と言います。はい、1時間よろしくお願いします。はい、ゆっくりなんかダラダラと喋ってますので、はい、はい、ぜひ皆さん聞きながらダラダラとしてくれたら、そうですね、うん、嬉しいですね。よろしくお願いします。はい、そうだよね、なんかあのあれだよね、なんか俺らもまあ、この4月ロックオンミュージック4月号だけども、うん、もうなんか来てすぐ打ち合わせしてすぐやるみたいな。そうだ、ね、今日はねなんかパパパパパってやってますけども、今日道が混んでたんですよ。混んでた、いいわけじゃないけど、キャンさんすいませんでした本当に。すいませんでした。はい、ヒヤヒヤしましたね。ヒヤヒヤしましたよね本当にはい、張り切ってまいりますので本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークジュリーずっと遠出したいって言ってたけど、そうあのね、あのチュラトクプランとか見てたんだけど、うん、あのやっぱゴールデンウィークはどこ行っても、うん、なんか値段も跳ね上がるし、きっと人もいるんだろうな、そうだよね、と思ってもう完全諦めムードで、うんうん、できればあのいちご狩りとかもしたかった。いちごあるのかね今。去年3月ぐらい、3月ぐらいまでじゃない、3、4、3、4月、まあ今月ぐらいまでかもしれない。芋掘りでもいいよ。芋掘りか。芋掘っても芋食べんけどな、うん、芋掘りいいねだよねなんかそういうことしたいね、うん、そうだね、うんうん、でもいいかな、ナハハリの花火見れたら、うん、地元でナハハリやってるもんね、うん、あ、ちょっとコメントが来てますね、うん、直哉さんお願いします。はい、野の花の銀のホタルさんから、そういえばジュリアン・ビート・クライシスってアーティストいたな。どこの国ですかそれ。だからね、気になる。今日帰りに YouTube で探ってみますね。ジュリアン・ビート・クライシス。クライシスって何？クライシスってなんか宗教的な感じ。はぁ、あ、やだじゃなかったっけ。そんな感じだった気がする。分からんけどなんか嫌、うんうん、ジュリアンね、なんかとてつもなくなんかちょっと激しそうで、ね、いいね、どうでしょう、メタルとかだったら、うん、気になる楽しみだな。いい名前だねそうですね、ジュリアンがそうだな、確かに名前バンド名であれ必要だもんね、うんうん、そろそろオープニング曲とか行く時間ですかね。行きますか、どうですか、行きますか。じゃあそうですね、キャンさんじゃあ準備お願いしてもいいですか。はい、すいません。じゃあ1曲目は直哉が選んだね。うん、僕が選びました。最近は、うん、これに癒されております。こればっかり聴いてるよ。はい、楽しい、いい曲ね、うん、しっとりで。じゃあ行きます、お願いします。踊ろうマチルダで夜は友達。
やんって。私も平ですよあ、これは CM 挟んでるから松田かな。うんうん、まこちゃんさん、なんか久しぶりな感じがする。ありがとうございます、いつも。ありがとうございます、うん、なんか録音ミュージックの前に番組って入ったんですか、キャンさん。そうなんです。シェフ、フィフミーズバーという、うん、バー、仮想的なバーを、うん、コスプレバー？いや、仮想的な、あ、仮想って、仮想、はい、仮想対象とかじゃん。私は飲みに行くバーの雰囲気で、ラジオ番組をやる。あー、はい、そういうことか。バーのマスターが、こうラジオの、ラジオというかバーのカウンター越しに、うん、常連のお客さんにお悩み解決するような、あー、面白いですね。リスナーの皆さんとトークするという番組、うん、面白い。あ、普段からそういうご職業ではないってことですか。もともとそういう職業をされてて、でも今は牛乳屋さんを。牛乳屋さん、はい。すごい。私ラジオのヘビーリスナーで、すごい顔の広い方なので、うん、そういうラジオやりたいなってことで、はい、面白い。すごい面白いラジオになってます。これお届けしたのは必要ですか。あ、一応やっぱり入れた、いつも通り入れましょうか。はい、じゃあ私いますね。どうしたの？持って喋ってんの。マジ？ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。1分40秒。あと1分40秒ぐらいなので。あ、はい。はい、1分切ったら合図出します。あ、はい。あれさ、残り時間1分 CM まで1分ってこと？ん？いつもあれ見てないのも分かんない。あっちが、俺ら10時から始まってるから8だから、うん、6で本…9でか…あ、今ちょうどいい感じなんだ。そう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 、割と大体でやってるから。どうする、こっちは松田の紹介とかしてもらう。松田の2番目、2番目はあっちじゃないかな。あ、そうだ、うん、長いやつが、うん、なんか改めて俺らは知ってるけど知らない人がいっぱいいるはずだから、そう、ね、改めて松田のお届けしたのは、ね、では残り1分切りました。お届けしたのは踊ろうマチルダで、夜は友達でした。呼んできます。お願いします。もしかして今日のゲストはアマゾン松田さんですか。あ、アマゾン松田さんです。何度かかけさせてもらってるんですけど、はい、ようやく一緒に。何度かかけてるアマゾン松田が満を持してきたっていう言い方。ほら、恥ずかしいね。けどね、マイク。こっちがツイキャス CM 中とかに、うん、あの声が入ってる。お、すげえ。あのラジオだと、まこちゃんライブとかによく来てくれる人で、これ YouTube に後々残るわけ。そう、動画で。あ、そうなんだ。自分なんか喋ってるのみたいな、はい、気持ち悪い、ね、気持ち悪い。はい、それではやってまいりましょう。やってまいりましょう。やってまいりましょう。はい、はい、じゃあ今日はですね、僕らの大好きなアマゾン松田さんが
録音ミュージックに来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、なんかテンションが違かった、うん、なんか改めてね、なんかよく最近よく遊んだりするけどそうだね、こんな感じで改めてやると面白いね。うん、うん、そうだね、なんだろう、うん、アマゾン松田のじゃあ紹介からしていいかな。はい、そうだね、うん、ちゃんと聞いたことないし、プロフィール的なものそう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 プロフィールなんかちょっと初めましてみたいな感じでちょっとやってみようかな。ちょっと、あ、わかりました、わかりました。ギノワ市民の皆さんにお届けしますので、初めまして、はい、アマゾン松田と申します。はい、アマゾン、仮面ライダーアマゾンが大好きで、うん、で、プロレスが好きなんですよね。で、プロレスラーってアントニオ猪木だったり、ジャイアントバーだったり、うん、要はカタカナ冠つけて名字だったりするじゃないですか、うんうん、するね。まあ、それでなんか、まあ、僕名字が松田っていうんで、うん、まあ、好きな仮面ライダーとプロレスくっつけてアマゾン松田っていう名前にしてます。あ、なるほど、リングネーム的な感じだね。あ、そうですそうですもうやっぱもう演奏でもプロレスできたらいいなと思ってるんですけど、うん、最近気づいて、うん、僕はバリトゥードゥしかできないんだろうなっていう。バリトゥードゥが分かんないごめん、バリトゥードゥが分かんないバリトゥードゥ、バリトゥードゥ、うん、そう、技、技、いや違う違う、プライドとかだったじゃん、うん、昔総合格闘技みたいな、うん、いやプロレスってなんかさ結構盛り上げちゃったやつが結構偉いっていうかさ、うんうん、かっこいいじゃん、うん、だけどバリトゥードゥって勝ったやつが偉いみたいな感じじゃん、うん、あ、そうなんだ。そう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 、なんかそういうでね、プロレスしたいなって思ってますなんか早速なんですけど、今紹介してもらった感じだとプロレスラーと思ってるよね、多分みんなねギターと、あー、そうそうそう、うん、ギターと歌を歌ってます、はい、なんかね、早速なんだけど、あの松田、うん、あのアマゾン松田さんにこのメッセージが来ていて、うん、まこちゃんさん、ありがとうございます、うん、なんかインターネット曰くツイッターなどで挨拶すると体にいいらしいですね、おはようございますっていうツイッターを、あ、ツイートをよくしてるアマゾン松田さんだ。もうバレてるよ、そうそうです、バレてるってか別にね、知っていただいてありがとうございますって感じでしょ。あれってさ、なんかさ、自動的にするものじゃなくて毎日ちゃんと売ってるの？あのね、全部このコピペでやってるんだけど、俺が自動じゃなくて、あの気が向いた時にやってるって。ああ、そういうことなんだ。そうそう、なんかね、こうインターネットのいろんな記事あるじゃん、うんうん、何々したらいいよみたいな、うんうん、でそれにおはようございますとかおやすみっていうのをやったらいいって書いてたんで、うん、じゃあやってみるかってことで、うん、まあなんか適当にやってるって感じなんですけど、うん、体調に変化はありましたか？いや、まあちょっとその投稿にいいねしてくれる人が徐々に増えてきてそれがちょっと嬉しい、ちょっと面白い、そういうことぜひまこちゃんももしフォローしてたらいいねをしてあげてください反応が嬉しいっていうことです。甘えん坊さんだね。そうなの？でもなんかおはようってさ、なんかやるとおはようって気分になるんだろうね。なんからしいよ、うんうん、らしいらしい。そうなんだ、知らねえけど、うんうんこれ松田は、うん、あの音楽活動をするようになったのは、うん、沖縄でからが初めてですか？そうそうそう、なんかね、もともとハードコアバンドずっとやってて、うん、で東京に住んでて、で2011年ぐらいにこっちに引っ越してきて、うんまあ、なんかもろもろ事情があって引っ越してきたんだけど、うん、でずっと友達とかと仲間ばっかと音楽やってたから一人になっちゃって、うんうんうん、でバンドできないじゃん、友達いないから、うんうん、じゃあ一人でやろうってことで、ああそういうきっかけがあったんだ。そう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 、もともと一人でやってたわけじゃないんだ。そうそうそう、完全に沖縄来て一人でやるしかなかったそう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 、一人でやるしかなかった人がこんなにいいものになるってすごいな。そうだよな、うんうん、バンドのバージョンも見てみたいではある。見てみたいね、うん、どんなバンドだったんですかまあ言われてもね、口説明するの難しいで、ハードコアバンドではあったんだね、ハードコアだったんだね。そう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 、あとインストバンドやったりとか、うん、俺たちもあれだよ、ハードコアバンド出身で。いやでもそれはそうだろうななんで見た目がやっぱ怖いから、ね、揉まれてきたよね、揉まれてきたねそう、俺幼馴染みたやつなんだけど、うんうん、なんかもうジュリも途中参加で入ってきて、ベースやってたの、やった楽器もベースなんてやったことない段階で入ってきて、でね、本当に自分の音は自分で探せって言われて、そうなんか一回泣いたね泣いた、うん、音がわからないのに、うん、探せって何、うん、みたいになって、だから探せって言われてんでしょ、うん、確かにごもっとも、うん、そうごもっともではあるけどな、この優しさもかけらもないこのね、うん、バンド界隈の、ね、中に俺らはね、ジュリは頑張ったね、本当に、ね、頑張ったね、うん、あの時期は。そうそうそう、
でそれで今もう伸び伸びとできてますからね、うん、どっちが良かったんだろうあれがあってね、あれがあっての今があるからね、はい、そうだね。松田はね、あ、そっか、さっきあの冒頭でも話したように、うん、あの日曜日にあの宜野湾にあるプチカフェバーというところで、うん、ツーマンライブをするんですが、はい、ね、うん、そのなんて言えばいいの、うん、そのために来てくれた、来てもらったそのためにっていうわけじゃない、改めてアマゾン松田とを紹介 したいなっていう感じで今日はやっていこうかなと思うんだけど、ラジオで何回ぐらい流した？ 3、4回流した。その流してくれたんだ、うん、あの CD いいよね。あ、改めて CD の話しようかな、うんうん、あ、そうだ、 CD の話、うん、LP って言ってるよね。アマゾン松田 LP っていうのを2017年の3月に出したんですけど、うん、多分それの話ですかね、うん、そう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 、はい、でそのおかげで俺ら LP と EP の違い分かったもん。はい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 、はい、うん、本当分からんかったね最初ね。 LP がアルバムでしょ、うん、そうそう、 EP がミニアルバム。あ、そうなんだ。うん、でしょ、そうです。じゃあもう大体そんな認識でいいと思う、うんうんうん、LP がたくさん入ってる、うん、EP はちょっと少なめみたいな。シングルは1、2曲シングルはシングルはなんていうの、 EP？ よしろんシングルはなしか。シングルはなし。 あ、そっかそっか。で、本当に内容良くて濃いね、濃い、 あの、ありがとう、うん、歌物が特に俺ら好きだ、奥さん、うん、あ、ありがとう、うん、小学生の作文みたい、うん、じゃあすごくいい意味で本当にいい意味で、そうだよな、なんかあの、うん、あのね、今はもうほら松田のライブとか行くようになったりさ、うん、していっぱい聴いてるからなんかトータル的にいいなと思うんだけど、うん、最初はこのギターの技術と歌詞のこのあっけらかんとした感じが伴わないっていうか、なんか自分の中でなんていうの、パチンってなんか仲良くしてない感じがして、なんかなんていうの、聞くときに戸惑いがあってすごい上手、え、でも子供っぽい、え、何これはみたいな感じになってた。最初の頃は超それがあって、でもそれがすごい良さでもある。それにまたグッとくるような、うん、おー嬉しいね。なんか難しいことやってるようにやっぱ見えちゃうわけ、うん、あの演奏って、うん、多分単に楽しいだけでね、うん、やってると思うけど、でその中で分かりやすいっていうわけじゃないけど、こうパーンってくる、普通に残る歌詞があるからうおーってなるよね、うん、本当にね、うん、すごいよね。いいなって思う本当に。どういう作り方したのあれ、ん、このアルバム作る時ってさ、どんな感じで作ってったの？と2016年の時に、うん、と2017年にはなんか音源出したいって決めてて、うん、で毎月3曲ぐらい作ってて、40曲ぐらいバーって作って、すごい。でそこから、じゃあこれとこれとこれ入れたいなって決めて、うん、でオフシーズンっていうバンドのターミさんっていう、うんうん、先輩がいるんだけど、うん、その人のお家で、録音したよ。あ、お家でなんだ。そう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 。はあ、あ、そっか、あ、そうなんだ、うん、すごいなんかしっかりしてるから、うんうん、ガチッとしたところでやったのかなって勝手なイメージが。お金ないからね、出てきないんだよね。わかる、そうだよね、私も、俺らも、私も、私たちも本当にそうなんだよ。俺らも正月から本当にね、あの先輩のお家に、うん、あ、一緒だ一緒、本当にお邪魔してお願いしてっていう感じ。ご飯までいただいて、そうそう、なだめてもらってみたいな、ね、そうだね、うん、あ、ちょっとまたちょっとメッセージ来てるので読んでもいいですか、うん、まこちゃんありがとうございます。これ初見、うん、初見だとあのギターの弾き方は目を奪われるだって、うん、本当そうだよね。そうだよなあれやばいよね、なんか弾いてるのか叩いてるのか何やってるか分かんないよね、うん、あれなんて言うんだっけあの奏法、分かんない、なんだっけ、俺聞いたんだよな、なんだか忘れた、金さんが言ってたけど、あ、ほんと忘れた、ごめん、忘れたんだったら言うなって感じだ、ね、ギターをさ、持つさ、うん、で、弾こうと思った時に、うん、あれになったの、いきなり、いや、なんか東京にいる時に、うん、バンドメンバーの、ドラムのやつが、うん、アンディ・マッキーのドリフティングって曲ができたんだけど、うん、それがすごいいい曲で、うん、でも叩いたりタッピングしたり、うん、で旋律奏でるんだけど俺それできなくて、うん、で、なんでお前はドラマーなのに俺よりうめんだってことで、うん、教えてもらって、そこから覚えた。あ、じゃあドラマーからギターを触ったの？あ、そうそうそう、バンドメンバーに教えてもらった、すごい入りだね、うん、へえ。あれ最初見た時あの映画思い出した。そう、俺も一緒だと思った、あの奇跡のシンフォニー、はい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 、もう俺らあれしか知らんわけ、あの、はい、うん、松田奇跡のシンフォニーだみたいな、やばい、振動だみたいな感じ振動現れる、振動現れたみたいな、
もういい年やでそうだな。だって本当にそういう映画とかでしかちゃんと見たことのなかったやり方だったから、でその中でやっぱり一番松田の特徴として俺がいいと思うのは歌が入っていることだっけ、うん、あの演奏の中にこのインストだけだったら分からない部分もあるさ、うんうん、それを歌も入ってくるところっていうのがとってもすごいなと思う。ありがとう、うん、金さんも言ってたわけ、うん、なんかアマゾンはあの中に歌が入ってくるから結構唯一無二なんだよって言って、おうれしいね、うん、僕らの大先輩のね尊敬する金城小町さんが叩いてました。本当に叩いてました、叩いてました、叩いてなんかほらこの間おとついかな、うん、一度にちょっと音楽したじゃん松田と、うんうん、なんかすごいあれだよね、なんかノリだけでやってるのかなって、ほらやっぱ上手いし、うん、なんか緊張感がいい意味でないじゃんライブの時、ライブのそうだな、うん、そうすごい楽しんでるから、うん、あ結構自分の中のノリだけノリだけって言ったら変だけどノリでやってるのかなと思ったら、うん、すごいカウントとかしっかりしてるからめっちゃビビった、頭痛くなったそう、うん、まあ、うん、なんだろうな、あそうだな、すごいテンポとかあれだよね、確実っていうかさしっかりしてるよね。嘘、俺は一回もそんなこと思ったことないけどね、うん、自分のこと、うんうん、は、うん、早くなってるっていうかあれだよね、あのなんだ単に2人でどっちがワンツースリーフォー言うかみたいな、うん、そこだったんじゃない、なんかどういうゲームしてるの最初に音出し始める前の一斉のでを誰が言うかみたいな、あれ悩んでたよね、一緒ね。ああ、それもあったね。まあ多分今の話多分違う話、違う話、ごめん。でも今名古屋が言った話はこの間、まあ、昨日一昨日か、うんうん、やった時の誰がこうせーので入るかっていう、うん、俺が言うのかジュリアンが言うのかっていう、そうそうそう言うのかみたいなあれはね、うん、ごめん、うん、あれもあれで楽しかった、ね、結局ジュリアンが言うことになってる、いやあれ一応なんか自分のことをかばってるわけじゃないけど、うん、一人で演奏始めるときにも言うから、そうそうそう、なんか言いたくなっちゃうわけ、分かった、はい、すごいよ本当に、な俺見てワンツースリーフォーって言って自分だけ始まる俺別に入るとこじゃないのにいいよね、ちゃんと真面目だよね本当に、うん、真面目だね、うん、ごめんね、なんか話変わっちゃったね、そうだね、テンポがあれか、テンポが松田はテンポになんていうの慎重って思ったの自分、うん、さなんか録音したやつを聞いてたら、うん、なんか4拍のところを3と4で使い分けてるんだけど、うん、その4拍にちゃんと3を入れてまた4に戻るっていうのが、うん、すごくなんていう一定のなんていうの一定の きれいに流れてる、そうそうそう、うん、今手で表してるからラジオの人はごめんなさい一定の一定のっていうのなんていうの聞き心地がいいっていうの、あよかった、うん、耳障りがいいっていうの、うんうん、なんかすごい安定してる感じがして、うんうん、なんかすごいなって思った、うん、あんな自由に見えるのに、うん、そうだよな、うん、じゃあそういうことで一回聞いてもらいましょうか、あ今日はせっかく来てるの で、ね、Amazon 松田の僕らも大好きな CD の中からの曲をぜひ、そうだね、じゃあご本人さんにね紹介してもらおうかな、そうですね、でまずはこの歌じゃないパターンのギターをガンガンと弾いてる曲をみんなに聞いてもらいましょうか、はい、Amazon 松田でリンキング
ゾン松田でリンキングでしたって言えばいいの？うん、オッケー、うん、全部入ってる、いい感じです、いい、はい、アマゾン松田でリンキングでしたって言えばいいのでしたいいね、いい感じでした、いい感じ、うん、ここでメッセージも、はい、タイゴーさん、うん、ありがとうございます、こんばんはって、こんばんはの時間ですね、はい、こんばんはですよ、はい、今日はゲストでアマゾン松田さんに来てもらっています、はい、で僕ら男性という2人でユニットをやってます、はい、はい、よろしくお願いします、はい、どうもです、で、前半は松田の、うん、紹介、ね、紹介をいろいろ脱線したけど、うんうん、色々ごめんね、いろいろ聞けたので、うん、次私たちと松田さん の、 松田の慣れ初め、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 なんかね、2年ぐらいだよね、まだ1年ぐらいか、1年、2年ならないぐらいだよ、覚えてない、覚えてないよね、なんだろうね、いつの間にかこう絡んでて、うん、うん、あれかな、荒井陽子ちゃん呼んだ時から、まあそこが一番最初のきっかけではあるな、2年前、2年ぐらいだよね、はい、多分ね、うん、あ、それはすごい覚えてる、俺も覚えてる、うん、なんかあの松田をしっかり見たのもその日が初めてで、うんうん、でもめっちゃ気持ちよくて、うん、あの THC? THC、うん、ホログラムシティだ、うん、で、あのあっちあの床冷たいじゃんで床あったかいとこあるの？大変大概床冷たいと思うそこに寝転びながら見てた、うん、ナジリアなんかね、なんかめっちゃ良かったよね、めっちゃ気持ちよかった、5、6組出たよね、あの日ね、うん、そうだね、弾き語りの人メインで、うん、で、東京から新井陽子さんと山田真美さん、うん、で、松田のこの今流してもらった CD のリリースパーティーだったよね、確かね、いや、うん、あ、これは違うか、これはこれは何だっけ、新井陽子ちゃんと山田真美のリリースパーティーで、うん、あ、ごめんごめんごめん、それが2年前か、あ、そうだね、で、その後カラーズでやったのが LP のやつだよ、あ、そうだね、そうだよ、ま、ちょっとごっちゃになってる、うん、そっか、新井陽子さん、あの時の新井陽子さんも僕ら知り合えて、あ、スマホ、ごめん、はい撮ってもよかったんだよな、で、なんか俺らも本当に、なんかあの日リハーサルからよく話するけどバチバチしてて、そうだよね、うん、もうジュリアンがデジ切れてて、そうそうそう、で、なんかそこ直屋とジュリアンはなんかリハーサル終わったら飲みに二人で行ってて、うんうん、俺は何も考えんでから、うんうん、その陽子ちゃんと、うんうん、あ、友達連れて見つけとか一緒飲もうぜって言ったら、うんうん、もうジュリアンがめちゃくちゃプチ切れて何があったのって思ってね、そうだね、あれがちゃんとした絡みだったから、絡みだったの、すいませんって感じだね、あれからさ、たびたびさ、あんま怒ってないのに、うん、そんな怒らんでっていう言うことがちょくちょくあるから気まずいんですけど、いやいや、あれは俺の中でギャグで、うん、やっぱさ、怒ってない人にさ、怒らんでっていうのってこうありえないじゃん、うんうん、だけどなんかちょっとでも怒ってる風な顔してたらそれ言うと、うん、なんか和むじゃん、ちょっと、うん、そうだな、優しさか、そうそう、双方にいいことだな、俺なりのね、うん、いいやつだな、まあね、うん、松田なんか知らんけど、最近よく遊ぶようになったね、うん、このライブ飲みに行ったりはしないよね、あんまり、飲みには行かないね、でもこの後キャンプ行ったよね、一緒に、あ、そうね、めっちゃ楽しかった、うん、ジュリーがね、あの、いいって言ってくれた宮城島、うん、そう、宮城島に行って、うん、行って、あの時夜さ、あのギター弾いてくれたじゃん、うん、めっちゃ最高だったね、あの雰囲気とか楽しかったよね、うん、すごい楽しかった、すげえでかい肉とか焼いてね、だからね、すぐ食べたね、うん、ランプの肉が美味しかった、あ、ランプね、ランプ、あの、一番最初にやったやつが一番美味しかった、はいはいはい、そうだよね、うんうん、それ一口目だからじゃないかな、もう肉に飽きたのかな、それ最高だったよ、本当にね、今年夏、今からだし、また行きたい、ね、そうだね、うん、もうこの間のキャンプ、夜はもうめちゃくちゃ寒かったよね、寒かったみたい、うんうん、ほんと、俺、EP もね、あんま眠れなかった、 EP っていうことも一緒に行って、うん、あ、友達がいて、で、あとまたサルさんっていう人と、うん、で、サーキーと一緒に行ったんだけど、うん、EP も全然眠れてないの俺分かってたわけEP ずっとテントで、うん、なんかずっと寝返り打ってたわけで、それ俺あんまもうね、なんもそーっとしてたわけさ、女子テントは快適だったな、女子テント快適だったけど、うん、夜中4時ぐらいからにかけてのなんかおしゃべり会みたいなしてるでしょしてた、うん、ゴニョ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 聞こえてた、めっちゃめっちゃしてた、うん、盛り上がってた盛り上がってた、で、松田も眠る前に突拍子もなく意味わからんこと言ったりするの、何言ってたの、言っていいかも、あ、いやいやいや、なんかいきなり
なんか寝て起きた時になんか自分の頭にうんこかけられてたらどうするみたいな何それって思うさ、眠る前にする話でもないし切れるかなみたいな、そういうことを考えちゃうの、うん、寝る前に考えててみんなに共有したしたらどうするって聞いたら、いやもう帰るよねみんな、まあ、そうだよなそうだよな、うん、変なことを考える、なんかあり松田が言うには絶対にありもしないことを想像するのが好きなんだって、うん、想像しかやっちゃいけないことっていうかね、なんていうの、一人っ子、うん、俺4人妹がいるよ、うん、あ、そうなんだ、うん、5人兄弟で、なんかね、そうそうそう、うん、まあ、現実的な妄想も好きなんだけど、うんうん、まあ、なんかそういう妄想好きでなんかまあなんか変暗い話じゃないんだけど、うんうん、俺結構自分が死ぬときどういう死に方がいいなって考える時があって、そこの中での一番ランキング付けしてるわけ俺で第1位が公園とかで運動した後に寝っ転がって、うん、はぁ疲れたっつったら、うん、宇宙の衛星の船長とその子分みたいなスケールでかいな船長すいません間違ってこのボタン押しちゃいましたっつって、うん、バカ野郎ってなってそこでビームが飛んできて、うん、俺が蒸発して死ぬっていう死に方が一応ランキング1位、うん、老後とかじゃないんだね、老後とかじゃない、シチュエーションだよ、まあ、突拍子もなくこう蒸発するとか規模がでかいんだね、そう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 、え、2位は、2位も気になる、うん、2位か、いやこっからしたら結構難しくて、うん、今パッと思い出したやつだったら、うん、今日はちいなっつって弁当買いに行く途中に、うん、アイスクリームみたいに溶けて死んでるみたいなごめんなさい相当熱かったんだって感じだよ、ね、そうそうそう、そういう感じで死んだらなんか笑えるしよくないみたいな、うん、結構ギャグセンスが高いかもしれない、そうだね、なんかね、そう、あの松田に教えてもらった、うん、あれなんていうの、コメディ映画、あ、シットコム、ビッグバンセオリーでしょ、そうそうそ そうめっちゃ楽しくて、ただああいう感じの人たちだよね、いやそんなことないと思う、人たちって一人なのなんかああいう感じ、そうだな、なんか、うん、なんだろうな、コントってコントチックなこと考えるよ、うん、うん、シンプソンズとか好きそう、ああそう、ね、好き好き、ね、絶対好きでしょ、うん、松田がごっつい感じの指揮を取ったらまた面白かったかも、いや絶対つまんないと思う、もうそんなの全然つまんない、つまんない俺はでもなんかそういうのもしもやるんだったら、うん、もうすげえ暴力的な映画を撮りたい、うんうん、やりそうやりそう怖い、怖い人だね、怖いってたねそんなことないよ、妻心配だね、心配になってきたね、歌う歌うだけでしょ分からんよ、みんなで手くなんか取り合って踊ったりするかもしれない、もうジュリアン縛ってか手とか切ろうかやるってやるって面白いね、うん、なんかツーマンに向けてなんか着々と遊べてる感じいいよね、うん、うん、そうだね、うん、なんかただあの松田の音楽が好きで、うん、呼んでみましたっていう形で、うん、この企画をするのとこういうキャンプ行ったり、ったりなんか松田が好きな、うん、この DVD とか教えてもらったり、うん、そういうなんか仲良くなってイベントするのとだったら、うん、多分全然違うものになるんだろうなと思って、まあ変わってるよね、うん、すごいいいタイミングだったなと思う、うん、そうだね、いい距離感だよね本当に、うんうん、楽しみになってます僕ら本当に、そう、この告知は後でする、うん、最後辺にするとして、うん、で、また松田のせっかくだからあ、もう今日は Amazon 松田の曲を2曲続けて聴いてもらおうかなと思うんですけど、 ありがとうございます、キャンさん準備大丈夫ですか、すみません、次は歌物だよね、そうそうそう、うん、この曲もいいよね、あ、ありがとうございます、これいいよね、そう、これ子供が1歳の時の誕生日の歌で、うん、うん、そうなんですよ、光景が浮かぶ、な、風景っていうの、うん、光景っていうのかな、これ一番最初に好きになる、うん、感じの曲、あ、ジュリの中で、うん、うん、これいいよね、そうそう、じゃあ聴いてもらいましょうかね、じゃあ松田紹介お願いします、お願いします、 Amazon 松田でケラケラ、虫暑い夏が
お届けしたのはアマゾン松田でケラケラでした。次 PM の情報を挟んで、うん、エンディングで、はい、うん、明日も必ず俺緊張して音外してたわけ。ああもうもうあのある日森の中とかだとしたらある日みたいな、なんか絶対キーがずれてくるそれがもうトラウマで。でも緊張したら大きい声って出ないんだなっていうのが分かったよね、うん、あの時。なんかお風呂場の中とかでだったらあんなに堂々と歌えるのに、うん、人が見た瞬間声って本当に出なくなるんだなって、うん、じゃあ10秒間男性のロックオンミュージック。はい、ではこちらの PM エージェンシーのイベント情報を2件お伝えいたします。はい、6月23日の金曜日に桜坂セントラルでザ・ピローズのライブがございます。はい、1999年に発売された2枚のアルバムから選曲して今回のツアーが行われるそうでございますはい、
沖縄公演もあのチケットが残りわずかとなってきましたということでして、あの古くからのピローズファンは懐かしい楽曲をライブで満喫できる大チャンスということですので、詳しくは PM エージェンシーのホームページからご確認よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で6月30日土曜日にミュージックタウン音市場の公演となっております。奥田民生のライブがございます。見てみたいね。見たいね、一度見てみたい、ね、絶対かっこいいおじさんだよね。ね、スローバラードとか聞いてみたい、あのカバン聞きたいね。好きだよね、しかもカバンから言ったら今回はあのバンド編成で来沖ということでして、奇跡的にチケットが残っておりますと。奇跡的に、奇跡的、普通はじゃあ完売しちゃうんだね、うん、で公演が近づいてきたら急に完売になるっていうパターンもあるそうなので、はい、お早めにあの PM エージェンシーのホームページの方からよろしくお願いします。はい、以上です。 PM エージェンシーのイベント情報でした。男性のロックオンミュージック、はい、それではエンディングに向けてゆっくりとお話ししていきますが、1時間という間です ね、あっという間だね、本当に、ね、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。さん付けなんか恥ずかしいね。恥ずかしいね、うん、一応ねラジオだからね、うん、さあ、あの男性からライブの、 あの情報が2件あります、うん、はい、近い方からとね、遠い方から、遠い方から、うん、じゃあ遠い方から、初夏の歌会というイベントを5月の25日と27日の2日間行います。これがですね、あの京都からジョンソン2、うん、という弾き語りのなんか異国人みたいな人が来るんですけど、ね、謎のね、うん、はい、もう数年ちょっと仲良くさせてもらっていて、うん、今年も沖縄に来てくれるそうなので、うん、あの私がもう大好きな方々を、ね、あのお招きというか、うん、誘って一緒にできるようことになりました。いや、はい、2カ所で、うん、5月25日金曜日がブランチブラン、うん、ブランブランブランデブランブランデブラン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 みんなブラブラとか言ってる、ブラブラとか言ってます、うん、はい、そこでやります。出演がジョンソンツ、一人土成さん、うん、我らが、うん、はい、とアマゾン松田、はい、と男性、はい、あと食事提供でよっちゃん亭さんが、うん、よっちゃん亭さんもね、うん、あの今回めっちゃ美味しいから、楽しみだね、うん、フランス料理ね、美味しかったよね、キャンさん。キャンさんもね、あのザッサー、ね、ザッサー DJ ザッサーでやったんですけど、え、DJ なの、うん、キャンさん、ああそういうこと、トランスっぽいね、そう、なので来てください、はい、で、5月27日日曜日がコザ編になってまして、はい、会場がネオポコタウンの騒音社になりますね、はい、で、そこでの出演がジョンソンツ、ハラヘルズ、上間さん、あと香取光一郎さん、はい、アコーディオンですね、はい、で男性になっています、はい、両日もうとっても私あの来てほしいです、うんうん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、なんて言えばいいの、今週日曜日、あ、今週日曜日、うん、4月29日の日曜日ですね、昭和の日らしいよ、うん、アマゾン松田と男性でツーマンライブをします、はいはい、念願ですね。念願だよ本当に、うん、だってこれ1年前ぐらいから名古屋言ってなかった、俺は思ってた、うん、ね、うん、やっとできる、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、お互い1時間ぐらいね本当に、うんうんうん、場所がプチカフェバーになってますね、宜野湾の、うん、で会場が19時半、うん、開演が20時、はい、料金が1800円のワンドリンク、うん、注文になってますね、はいはいはい、で当日は、撮影と録音はあのできない、 ご遠慮くださいってなってるので、はい、あのもう行くしかないですね、はい、皆さんもう来て もう胸いっぱいにして帰りましょう、はい、なんかねこの日のためにねちょっとだけ一緒にね練習とかも、そうだね、うん、うん、本当2人で2人でというか2組で本当にがっつりやれるので、うん、でお店もとっても良くてね、うん、こういうゆっくりするときはこっちだなって俺ら本当に思うんだけど、松田がこの間ね一回一緒に行ったときに一曲ぐらいやったときに、うんうん、おこんな感じになるんだと思って、うんうん、なんかそれをちょっとね長い時間見れるのは、うん、なんかすごいワクワクしますね。いいよね、ワクワクする。あ、まこっちゃんさんありがとうございます、詳細載せてくれて、はい、ありがとうございます、いつも感謝です、はい、本当にありがとう、本当にだからこの次の29日の日曜日のライブ
でまた5月も松田と一緒にやれるっていう。そう、松田尽くし、うん、最高だね、うん、ありがとうございます。今男性的には季節的に松田だから、ね、あ、そうだね、うんうん、冬は俺じゃねえんだそう、でも本当にあのいろんなイベントが各地であるとは思うんですけど、うん、あの満足させれそうなので、はい、うん、来てくださいね。いいね、強気なジュリアン大好きです、ね、はい、いいと思います。イチャついてんじゃねえなんかある、あ、松田とかこのライブ告知、土曜日にもライブあったよね。あ、そう、4月28日にファンファーレで、うん、あの演奏します、はい、そちらも当日券で1000円なので、うん、もしよければ来てください、はい、あさとだよね。佐藤ファンファーレは、あ、じゃあ牧師になるの。牧師駅から降りて近いところですね、うん、とってもいいよね、うんうん、楽しみだ。ほんといいよね。こういろいろと、まあ、ライブ告知もしてますけれども、うんうん、これからもなんかアマゾンとツーマンした後にはまた俺らそのライブして、うん、でまた、ね、うん、で山にでもキャンプ行ってみたいな。来たい、うん、来たい、うん、ていうかさ、今回釣りできなかったじゃん。もうできなかったっていうか、もう俺はもう飯食いたかったな、うん、そうだよね、天ぷらも我慢して、うん、肉にかけてみんながね、みんなでこぞってね、あの天ぷら焼いてもマスター食べないっていうパターン、うんうん、でもみんながくれるから結局食っちゃった釣りしたいな。釣りやろっか、うん、あとさ、川とかだったらさ、キュウリとかさ、スイカとか冷やして食べたい。あ、いいね、ね、やりたいね。結局食い物って話になってるけど、うん、やっぱ食うの一番楽しいじゃん。食うの楽しい楽しかったね、今一番いいよね、うん、そうなんだよな。じゃあキャンプも予定に入れましょうね、本当に、はい、うん、ライブもキャンプも一生懸命楽しみましょう、うん、ちゃんとこの前行った僕らの友人のサルさんって人がいるんだけど、うん、なんか次来なさそうじゃんちゃんと来させようね、ね、なんか次来ないような俺雰囲気してるわけよ、サルさん。もうなんかお腹いっぱいみたいな感じの雰囲気してるから確か寒かったからねでもじゃあ、ただほら、こんなこと言ってたらさ、キャンプって楽しくないのかなっていうイメージになっちゃうじゃん。あ、そうだね、そんなことないでしょ、うん、楽しかったですよ、とっても。はい、なんか、ね、でもさ、本当に春ぐらいなんだけどさ、うん、あの夏休みみたいだったよね。なんかタコあげたりさ、うん、なんか、あとは肉焼いてバーベキューやってさ、うん、夜は花火やってさ、花火やった、マシュマロもやって、焚き火もやって、うん、すごかったよね。ね、しかもウノとかもやってたんでしょ。ウノやった、いや楽しかったね、うん、私が寝てる時に。恥ずかしい話で、直哉の話がすごい楽しかった、うん、ダメだ、公共の電波ダメけ。ちょっと NG 入ってくる。え、何したの、後で聞かせて、うん、まあいいけど、うんうん、多分、え、これではダメなんだよね、うん、ラジオではダメなんだ、ね、ラジオでは NG な、ちょっとあの名古屋的に NG でしょ。俺的に NG な予想もちょっと入ってる間に入れてしまってる部分帰りの車で甘い匂いがした話、甘い、そうそうそう何それ、僕の大好きなこの話とかもしちゃったから、うんうん、まあ、それは置いといて、うんうん、あ、そうだね、もうエンディング最後の曲になるのかな、うん、まあ俺らの曲で締めてしまうんだけど、うん、うん、もう行きますか、行きますかね。じゃあそうだね、いい感じだし、うん、じゃあ振ってください、うん、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、これからもおやすみなさいですもんね。これからもおやすみなさいってひどくない？ずっと死んでる人が聞いてるみたいな。これからは今からはおやすみなさいですもんね。ありがとうございましたありがとうございました。じゃあ僕らのあの CD の中からの1曲で締めます。はい、男性で味方の味方、おやすみ、おやすみなさい。Yeah.
この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。はい、おやすみなさい。松田ありがとうね。いや、ありがとうございました。日曜日もよろしくお願いします。バイバイ。